想像もつかない今どきの子どもたちの頭の中。その中をちょっと覗き見できたら、大人と子どもの距離はぎゅっと縮まるかも。聞かせて。今回訪ねたのは札幌市西区のインターナショナル山手幼稚園。お願いしますね。せーの、かわいい。上手。おいしくなりました。私チスワとミチュバチは月に2回読み聞かせや歌を通じて幼稚園保育園の子どもたちと触れ合っています。ここで出会った子どもたちは一体どんな秘密を聞かせてくれるのでしょう。こんにちは。来てくれてありがとう。ともやくん6歳。打ち明けてくれた秘密は大人もへこむ大失敗でした。ともやくんの秘密聞かせて。パパとママの大事なネックレス壊しちゃった。100万円なネックレス壊しちゃった。100万円なネックレスで、なんで壊しちゃったの。僕をどんどん取り走ったら引っ張りっこしてたんだ。怒られちゃった。いっぱい怒られちゃった。次はお母さんのプレゼントを壊さないように気をつけたいね。ごめんなさい。ともやくん、心からのごめんなさい。パパとママに届くといいね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。一番近いです。あ、ありがとう。ちょっぴりおませなひまりちゃんの秘密、予想外の答えが返ってきました。ひまりちゃんの秘密聞かせて。かわいいとこです。かわいいとこです。どんなところがチャームポイントかなって思う。ひまのとこがチャームポイントだと思う。ひまのとこがチャームポイントだと思う。ひまりのとこがチャームポイントだと思う。今日のファッションのポイントを教えて。パープル好き。あ、パープル。パパママはひまりちゃんのことなんて言ってくれるの。いつも可愛いねって言ってくれる。可愛いねって言われたらなんて返すの。ありがとう。